7日までに4600万再生を超える、女優の川口春奈が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場、サイレント、午後10時、で、見逃し配信、の累計再生数で新記録を樹立したことが8日、分かった。また、22日放送の最終話の放送枠が15分拡大することが決定した。オリジナルかつ当て書きで作られた本作は、川口演じる主人公の青葉紬がかつて本気で愛した恋人である目黒蓮、スノーマン演じる桜草と、8年後に音のない世界で出会い直す、という、切なくも温かいラブストーリー。初回放送後1週間、10月6日から13日、で、単話での放送後1週間の見逃し配信再生数として、フジテレビ全番組における歴代最高となる531万再生の記録を樹立し、翌週の第2話でその記録をさらに更新する567万再生を達成。さらに、第4話において、その記録を大幅に更新する688万再生を獲得するなど、これまで3度にわたり、歴代最高記録を更新してきた。この度、見逃し配信、累計再生数においても、歴代最高記録を突破した。1話から8話、途中までの累計で、12月7日までに4600万再生を超えたことが分かった。TVer、FOD無料、表の合計値。これまで、フジテレビでの見逃し配信累計の最高記録はミステリという勿れ全12話の累計4222万再生であったが、この度サイレントでは8話途中まででこの記録を更新する結果となった。バル最終的にどこまでこの数字を伸ばすのか注目される。見逃し配信再生数は放送から次回放送まででカウント。再生数は、ビデオリサーチの調査による、また、全11話で放送する、サイレント、だが、最終話となる22日は、15分拡大での放送になることが決定。本作が放送枠を拡大するのは初回放送、10月6日、第8話放送、12月1日、に続いて3度目となる。